エンターテインメント横浜半径自己心からダンスがお届けした花火シンフォニア、皆さん、いかがでしたか？もう一曲一曲、拍手が私のスタジオまで聞こえてきました。もう花火と音楽が見事にシンクロしていて、本当に綺麗でしたね。ゴールデンウィークの花火は明日まで、次は夏の7月と8月に行う予定です。またぜひ見に来てくださいね。 そしてゴールデンウィーク中日ということで、かなり多くのお客様がいらっしゃっています。前の日に続いてゆっくり移動してくださいね。お手回りに貴重品などお忘れ物のないようにお願いいたします。また小さなお子様、迷子にならないようにしっかり手をつないであげてくださいね。そしてお年物を拾った、または落とし物 探してほしい方がいましたら、アクアミュージアム1階のインフォメーションまで気軽にお尋ねください。私たちベビースポイスのメンバーが対応いたします。さあ、早速今私のスタジオの前でたくさんの方が手を振ってくれています。こんばんは。では早速、毎年恒例の質問会議の前に、花火のために一時営業を中止していた ふれあいラグ海サーブ、そして乗り物の信号と営業が再開したそうです。さあ、皆さん、ぜひ自分の行きたい場所へ急いでくださいね。では質問タイム行きましょうね。花火きれいだったと思う人、頭の上で大きく丸ください。はい、せーの、丸。いやー、今日もたくさんの丸がつきました。ありがとうございます。では次に、 チケット持ってる人手を挙げてください。はーい、さすがに今日はほとんどの方が手を挙げてくれていますね。今日今半径島駅駐輪や駐車場付近、道路かなり混雑していますので、渋滞に巻き込まれる方は最後まで楽しんでいただきたいね。ではどんどん質問いきましょう。営業時間知ってる人、はーい。 本当ですか？皆さん、シーパラ2ですね。たくさんの方手を挙げてくれています。今日は4つの水族館が9時最終入館の9時30分までの営業です。また、プレジャーランドは9時までその乗り場に行っていただければ大丈夫です。